はやはり日本の独特な外来語的な言葉があって、うんうんうん、あのアートという言葉があるんですけれど、英語で art と言いますけれど、日本語ではまあ芸術というふうに言われていますが、うん、あの昨今やっぱりカタカナでアートというふうに言われてたりするんですけれど、ここにちょっと自分なりに書いてみたんですが、これが英語の art であるんですけれど、まあ、これは芸術という意味で、あの総合芸術なんですね。美術をも含めて、あの音楽やったり文芸だったりデザインだったり、全てをひっくるめて芸術というふうに訳されているんですけれど、まあ、そこにあのカタカナで書かれたアートという言葉があって、私が翻訳をするときにすごく難しかったのは、このアートの部分が Earth と同じ意味なのかどうかなというところですごく混乱しました。まあ、結果的にはいいな、これは違う意味なんだということが今分かりました、うん、あのまあ、ネイルアートとかね、あのファンアートとかポップアート、まあね、あのネイチャーアートみたいな、そういうものを全部ひっくるめてアート、アートというふうにカタカナで言っていますけれど、あのこれは芸術ともちょっと違ってて、重なる部分もあるかもしれないけれど、でも間違いなく英語の art とは違う。違う、まさに日本というのは明治以降ね、まさに翻訳文化なんですよね。でアートをどう訳すかというところで芸術って訳したんですけれども、あの元々のこのアートの翻訳が芸術ですが、この日本語の呼びのこのアートとは違うというまさにその通りで、あの今その現代アートってねいう言葉が結構一人歩きするんだけれども、現代アートっていう言葉があの始まったのがまだね1990年代以降なんですよね。それまでは現代美術って言ってたんですね。じゃあ現代美術と現代アートって同じじゃないかって思いがちというか思う人が多いかもしれないんですが、実は全く異質なものでですね、あの1990年頃まで言われていた現代美術っていうのは非常にその時代をリードするっていうか、もう誰でも彼でも入れる世界じゃないんですよ。まさに先を行ってるので簡単に入れる世界じゃないけれども、そこに本質があるっていうことをやってた現代美術の本格的な作家たちって結構いたんです。ですけど今の現代アートっていうのはまさにこういうネイチャーアート、ネイルアート、ポップアート、何でもアートみたいなですね、あのどんなジャンルでもなんかアートって、でしかもアーティスト、それをやってる人がアーティストって言ったらなんかかっこいいみたいなね、そんな一つのブームなんですね。これがね現象としてのアートで、まさに本質 的なこの 源流となったこの英語のアートと、これを訳された時の芸術という言葉と意味とは全く異質なものであると、これはまさに本当おっしゃるように一つの流行になっちゃった言葉なんです。現代美術イコール現代アートではないと。でよく言われるのが、私なんかあんまり実は現代アートって言葉は使わないっていうか使いたくないんですね。それはなぜかというと誤解されるからなんです。で現代のと入れるだけで全然意味が違ってきますよね。それも実は現代の美術で、実は公募展を各年でやりますけど、これ日本の絵画の公募っていう形にしてます。でそこでのを入れるだけで全然意味が違ってきて、で今の翻訳でいくと日本画とか洋画っていう言葉も、もともとその明治以降の翻訳からいわゆる海外、まず向こうのものを学ぶと、西洋を学ぶっていうところから明治以降始まってるんだけど、と向こうの絵画を学ぶときに油絵を学ぶと、そうすると、ヨーロッパのスタイルのものを洋画と呼ぼうと、でそれに対抗してもともとあった日本にあった絵を日本画と呼ぼうっていうことで明治以降に始まって一つの概念なんだけど、それを逆に翻訳すると非常になんか、その本質が見えなくなる。で洋画を翻訳するとウェスタンスタイルペインティング、日本画を翻訳するとジャパニーズスタイルペインティングになって、お単なるスタイルかと、でそこには本質はないっていうところから実は現代美術っていうものも生まれたっていう歴史もあるんですね。それ考えると今のアート、現代アートと言われているジャンル、もちろん現代アートの巨匠草間彌生は現代アートの巨匠と私書きました。 ですけどそれは草間さんはもう別格の存在でですね、まさに今 のアートのまさに女王といいますか、先端を位置づけられる存在としての草間彌生は草間彌生としてあるんだけど、そういったそれ分かりやすい表現として現代アートの巨匠と言いましたけれども、実は今
おっしゃってるなんちゃってアートじゃないけれども、ほとんど言葉は悪いけどうぞほむぞの現代アーティストがもう圧倒的に多いんです。ですから私はそこでしっかりと こちらがそれを区分けをして紹介する実は義務があると思うんですね、画廊の人たちはね。ですからそれを多くの人がどう思うかはそれぞれの人の判断なんだけれども、今おっしゃったそのこのバイリンガル版をやることでのその翻訳ということ、これ英語、それはもうまさに明治以降の日本の課題というかね、いかに西洋を学ぶかっていうところから始まった翻訳文化がずっと各ジャンルがみんな翻訳なんですよね。でそこで改めて英語 の言葉の意味を知っていくと、非常に何か今使われている軽く使われているアートっていう言葉の矛盾が逆に見えてくるみたいなねところがあって、まさに、ね、本庄さんがおっしゃったようなところが本当にそう、だからそうすると何でもアートかみたいなね。うん、そうですね、ちょっと難しい、うんうん、その言葉、特に永井さんのことを海外のお客様にご紹介するときに、うん、日本ではなんかギャラリストとか言ったりするんですけれど、うん、まあ、ギャラリストっていう言葉は英語にももちろんあるんですが、実際英語圏では使われないので、うんうん、使われていないので違和感がある。クリエイティブジャーニージャパンでは、うん、ネイティブの方とのコラボレーションで翻訳の仕事もしておりますので、うんうんうん、ネイティブに言わせるとそのギャラリストとは言わない、絶対言わない、うんうん、言葉があるけれど使わない、でじゃあなんて紹介したらいいんだろうって考えた時に、まあ、ギャラリーのオーナーさんであるとか、うん、まあ、あとはそのいろんなタイプのギャラリーがあるわけなんですけれど、うんうん、永井画廊ではやはりその永井さんがキュレーターの仕事もされて勤められている、作家さんを選んできて作家さんの意図を踏みながら作家さんと共に作品を作り上げて、そしてそれをコレクターの方に提供していくという、うんうんうん、そのバランスの取れたギャラリーのスタイルである。でも今貸し画廊であったりとか、そのなんていうかお金儲けに画廊をやっているようなところもなきにしもあらずで、そうじゃないっていうこともお伝えしなきゃいけなかったり、日本語でカタカナになっている概念と英語で使われている概念の違いをはっきりさせて、うん、それをやはり正しくお伝えすることがやはり仕事の一つでした。いやすごくです、なんとなく薄々と違和感を感じることって非常に多かったんですよね。例えばその近代美術っていう時に、これそのまま直訳だとモダンアートなんだけど、モダンアートっていう言葉そのものも何か別のモダンアートっていう言葉だけ取り上げてまた別の意味に聞こえちゃうところがあるんですよね。じゃあ現代美術を翻訳するいわゆるコンテンポラリーアートとかね、そうするとコンテンポラリーってまあ同時代性みたいなところがあるんですけど、なんかそこがごっちゃになっちゃってね、響きのいい方向にどうも行くのかなみたいなね、そこまで厳密に考えなくてもいいんじゃないかっていう話ももちろんある、まあ、当然そういうところもあるんですけど、ただやはり本当のところをお伝えする、本当のところを理解してもらおうと思った時、やっぱりそこをきちっとねやっぱり区分けしながらやっていく必要あるなというのはずっと前から思いながら、改めて今回こういうことをバイリンガル版の配信をしながら本庄さんともねいろいろ打ち合わせで話をするときにすごく私も勉強になりますね、はい、いやとんでもないです。いやほらうまいんですよ。永井さんのすごいとこは作家さんにもそうなんですけれど、うんうん、こういうふうに作家さんにはもう全ての作家さんに対しても永井画廊さんって本当に超スーパー有名な草間彌生さんからあまり知られてない素晴らしい作家さんまでいろんな作家さん扱ってらっしゃるんですけれど、皆さんにこうやって永井さんはもうすごいよくできるあなたは素晴らしいみたいな感じでおっしゃるので、なんかその気になっちゃうんですよ。その気になっちゃうってだから私もしがない本当に一駆け出し通訳案内士なんですけれど、うん、なんか永井さんとお話ししてるとあなんか私できるかもみたいな感じで、あやってみようかなとか、そういうふうにこう思わせて
くださるっていうかな。だからそれはおそらくそうやって作家さんを育ててるんだなと思いました。だからいや作家さんも人間なので、だから絵 あのスタイルっていうか絵の求めてるものとかが変わっていったりとか、技術ももちろん伸びていきますので、技術によってその自分の到達する目標への到達の仕方も変わってくるわけなんですけれど、そこにやはりあの支えというか精神的な支えであったりとか、あのギャラリーを運営するオーナーさんとの二人三脚、それがここにはあるんだなっていうのが本当に本来の感じました。あの画廊の仕事ってそこじゃないかなってね思ってますね。で、まあ、傍から見るとね、あの画家が絵を描いてそれを展示して販売してるだけ、もちろんあの形としてはそれなんだけど、その間に起こる結局画家と私はまあ人間同士の関わりでもあるし、そこに絵というものを介在して皆さんに紹介をしていくと、そこには本当単なる、まあ、販売前にもちょっとあの画廊の仕事とか絵とは何かって話をした時に、その売れるまでは実は作品で、売れた瞬間から商品になるみたいな話をしたことがあるんですけど、実はあの買う側から見るとあのお金の介在だけ見ると商品なんですね。確かにね、その資本主義経済社会でのこの美術品の売買はなんだけれども、実はそこには作品があり、そこには人間がいるわけで、それが普通のあの一般的な商品の売買とは全く違う、もう人間を売るというか、そのまああの人間を知ってもらう、その人を知ってもらう、作品を知ってもらうためにお金が介在するっていう考え方なんですよね。だからそこにまあ単なる商品ということだけではない、あの人間性、作品であり人間性であり、深いそこに歴史があり、伝統があり、っていうことで、非常にですから本当の美術品の意義を考えると、それだけあの単なる商品ではないっていうことを逆に多くの人に知ってもらいたいっていうのをね、いつも思ってますけどね。まあ、私まだ4ヶ月しか、あのご一緒させていただいていないんですけれど、永井さんが選んでっていうかね、あのお付き合いされている作家さん方を見てると、一つだけもどうしても共通していることがあって、それがやはり、若い方もあのもうご他界されている方もそうなんですけれど、この作家さんは一生描き続けてるんだなって思う作家さんばっかりなんですよ。だから若い作家さんでももう絵がやめられない、描くことが、まあ、もちろん草間さんなんかもそういう類だと思うんですけれど、あの有名な方だけではなくて、どの作家さんもやっぱり永井さんが選んでいらっしゃる作家さんはもう絵が止まらないみたいな、もう多分あの、まあ、岡山さんもそうだし、はい、あのこれからやる ね何人かの人もね、あの紹介しましたけど、はい、そういった人たちも本当にもうあの別に人から何を言われようと、はい、その人にはもう絵しかないんですね、はい、まさにもう人生と生きるっていうこと、はい、朝起きたら顔を洗ってご飯を食べて絵を描くって、もうそういう自然な形で絵を描いてる人たちばかりですよね、はい、それがね本当に私はびっくりしました、日本だとやっぱり何々賞を取ってとか、お墨付き、みたいな、あのどっかのスーパー あの食べ物じゃないんですけれど、お墨付きみたいなものがないと、なんか、あの認められないみたいな文化なのかなと思ってたんですけれど、あの永井さんは自分で選んでいらっしゃるので、本当にさすがテレビとかに出てらっしゃる有名ないやいや別にテレビは関係ないんだけど方は違うんだなというふうに勉強させていただいております。あの筧さんなんかもそうだよね、あの人の残った作品なんかもね、筧五郎さんですね、線一本描かせてもこの人は美しいだろうって永井さんがつぶやかれたんですよね、筧五郎さん。でその時にはぁと思って、あの大原美術館に確か1003本描いてるあのフォンタナでしたっけ、あの作品があったりするんですけれど、ああじゃあそれより上なんだとか思ったり思いましたいや本当にあの本堂さん最初の頃からね、すごくアートにも関心が深いって話を聞いて、その後も毎回ね、あのそう
全くゼロからね、池田正夫にしても今取り上げた作家みんなね、いろんなその自分ですごい勉強されて、それを英語にしてっていうのをね、これ大変なことなんだけど、そんなにね、この一緒にやるようになる前から絶えず美術に接してたわけじゃないわけですからね、大変なご苦労があるから、あんまりそういうの見せずにね、なんか高校生だった時美術部だったんですよ。あ、そうですか、はい。でまあ、イギリスとかヨーロッパにいると、うんうん、やはり美術館なんか無料ですのでね、うん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 、やはり西洋美術には楽しませていただきましたが、はい、学術的に勉強したことは全くないの で、 で、特に日本アート、うん、日本アートはもう本当に現在進行形で学び続けております。そうです、素晴らしいですね、はい、あとそうそう、最後に言いたかったんですけど、英語が本当に上手なんだけども、多くの人言われるのが帰国子女ではないし、はい、いわゆる留学経験もないんですよね、はい、で私も少なくとも中高大その間にいろんな英会話の塾行ったりなんかしてたんだけど、なかなかね、まあ、話ができないっていう人多いと思うんですけど、ワンポイントどうしたら英語が上達するかなかなかワンポイントでは言えないでしょうけど、そうですね、やはりこう私の場合は文化とかに興味がすごくあって、知りたいとか、うんうんうん、どうしてこんな風に言うんだろうとか、うんうん、そういう文化的なものに興味があったので、うん、今はやはり映画とかもすごく見れるだろうし、うんうんうん、映画も大好きなので、映画をサブスクリプションっていうか、キャプションをつけながら、うん、英語で英語を聞きながら英語を読む、うん、みたいなことをよく大学生の頃してました、うんうん、皆さんも英語の勉強も頑張ってください、ね、はい、まあ、この番組を通してね、なんか英語の英会話のね、なんか勉強もできればいいなと思ってますし、はい、ご覧いただいている皆さんもね、何かいろいろこれを通して、はい、まあ、アートと同時にね、英語の勉強ですね、なればこの企画の意味がね、より一層皆様にお伝えできるんじゃないかなと思いますので、はい、バイリンガル版ももちろん日本人の方にはぜひ、知っていただきたいと思ってますので、これからもよろしくお願いします。本庄さんどうもありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。Thank you very much for watching the video clip. Nippon Art. Please subscribe it. 次の動画もお楽しみに。